今回はめちゃくちゃ仲いいおじさん二人組が見つかり騒ぎに、のスレを紹介します。それではどうぞ。JK かよ。サンドイッチマンかと。楽しそう。こんなんでワロテシモウタ。あた、素敵な。あ、いやキッズ。会社一緒なんか。めちゃくちゃ面白い。奇跡かよ。地味にベビーシートみたいなのついてるやん。くさ。青春してるなぁ。京王線でくさ。ガラスには一人しか映ってないホラー写真やん。どういう状況や。尊い。地元でくさ。見れば見るほど面白い。髪型も服装も手歩くでラブラブやん。この二人も子供を迎えに行くところやろなぁ。くさ。双子みたい。変な自転車やな。よう見たら同じおっちゃんがダブってるだけやんけ。これか、さすがにこんなおっさんおらんか。こんなやけだるも二組あるな。残像か、道理でマスクも靴もおそろなわけだ。おっさんがダブってるだけだとしてこのチャリどうなってんねん。よーく自転車のクランク周り見たらわかるぜ。長くてくさ。いやダブってるならもっとわかりやすくならん。これは二人乗りの自転車で走ってる仲良しのおじさんだよ。なんやねんこのチャリ、タンデム車か。テーマパークとかにこんな自転車あるよな。耳を澄ませば。コッパ、強キャラ。人生楽しそう。スピード系キャラが速さで翻弄しようとしてやられるやつ。おちゃらけながら幻影見せてくるタイプの強キャラ。完全に包囲されとるやん。幻しい。強い。多重影分身かな。あかん笑い止まらん。どこもどこもは消えてんのが高速移動の残像にあってくさばえぬ。あのさ、これを空港で見た外国人はホモに配慮した素晴らしいポスターだと思うらしいな。日本はフェア系のホモにも寛大なんじゃなくてコメントしてた。海外に聞いてくささえた。いい広告やな。外国人は日本は LGBT に配慮できてる国なんやね。近年稀に見る様子で。こんなもんよく見つけるな。ここでスレは終わった。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。ではまた次の動画で。